熊本地震海外の反応、ローマ法王、神の助けを、熊本地震に哀悼の意、ローマカトリック教会のフランシスコ法王は17日、日曜恒例の正午の祈りで、熊本地震に触れ、神の助けを、隣人が力と支えを与えるように、と述べ、祈りを捧げた。多くの犠牲者と被害を出したエクアドルの地震にも哀悼の意を示した。民の声に続く